バーンザウィッチ。この世界が本だったならページは私がめくりたい。クー、一旦距離を離そうよ。分かってます。ウィングバインドが処理しますって勝手に言われんのムカつかない？ムカつきませんよ。それが仕事です。人を害す異形の存在ドラゴン。その姿を見ることができるのはリバースロンドンの住人だけ。必然的にドラゴンの保護と管理はその町の住人たちの仕事となった。先輩をちゃん付けで呼ぶなって言ってんでしょ。ウルスパック、ニニーちゃんが私のことノエルちゃんって呼ぶならやめてあげてもいいですか。バーンザウィッチ。呪いは人の心から生まれる。人口に比例して呪いも多く強くなるでしょ。呪いは呪いでしか払えない。覚悟はできたってことでいいのかな。大丈夫、僕最強だから。俺は不平等に人を助ける。私が私であるためだもの。生き様で後悔はしたくない。両面宿儺は迷うことなき呪いの王だ。ま、好きな地獄を選んでよ。いい機会だ、教えてやる本物の呪術というものを。呪術廻戦10月放送開始。名前はもう決めてくれた？ああ、ルーデウスってどうだ？いい名前ね。
是那个拥有自制鹦鹉的神，那个叱咤风云的大神君莫笑。对付君莫笑现在不是关键，最要紧的还是要打断他这工会发展的势头。还卧底去欣欣，不是不再去和君莫笑较劲了吗？此一时彼一时。我去，这君莫笑比我想象的还要厉害。天哪，从来没有这种想死却死不了的感觉啊。神之领域，我来了。你不会以为这样就能回到职业赛场了吧，叶秋？叶秋想重返职业圈，绝对是有人不愿看到的。就算我们不动手，肯定有人比我们更坐立不安。难道真就让他顺风顺水的重新崛起？这一个个都是干什么？简直看不懂他们的战术。还战术呢？压根没战术。难道说一切就都在他的算计之内？叶秋，看着吧，你即将成为历史。这货还真有两下。啊！五龙翔天。時期が迫ってる。次の戦士が選ばれるんだ。鎧の巨人の継承者が。今の俺にはわかる。お前たちは世界を救おうとした。そうなんだろう。うるさい。どうしてお前らは俺を死なせてくれないんだ。始祖ユミルの出現から今日に至るまで、どれほどの命が巨人に奪われたことでしょう。しかし近年、その平和思想は淘汰され、始祖の巨人はパラディ島に住むある者に奪われました。その名はエレン・イエーガー。今ここに宣言します。パラディ島敵勢力へ宣戦布告を。